ご紹介お願いします。はい、和菓子を販売してますなごみです。なお加藤です、よろしくお願いします。はい、加藤さんに来ていただきましたが、はい、こちらのスタンプラリーの対象商品何ですか？は、もう和菓子全部になってます。お、全部、はい、あ、じゃあ全商品が対応してると。はい、全商品対応で、648円以上買っていただければスタンプ、はい、押す、はい、なるほど、はい、で今の季節ですなったので、ピクニックとかそういったのもね、ぜひ皆さん行っていただきたい。花見団子とかもありますよ。はい、そうです、すごい商品人気ですね。あと一番人気はこっちの塩豆とみたらしになります。あ、みたらし、はい、そういったのもね、取り揃えておりますので、ぜひ皆さんね、サンジジャーとかそういったのにね、ご利用いただきたいと思います。さあ、営業時間教えてください。はい、11時から5時までになってます。11時から5時まで、はい、はい、ぜひ皆さんもスタンプ貯めてください。さあ、読谷スタンプラリーの旅、はい、続きましてはですね、同じくユンタマーサムスジのですね、にございます、海鮮食堂リュウキュウさんね、お邪魔してます。はい、こんにちは。こんにちは、はい、スタンプラリー対象店舗ということで、こちらの店舗さんでは何が対象ですか？こちらは、ウミンチュー定食。ウミンチュー定食、はい、こちら内容の方はどんなものになってます？と、海鮮丼と白身魚のウニソース焼きと、あと味噌汁がついたセットになっております。はい、こちらお値段は1000円です。はい、はい、税込み1000円です。はい、でこちらご購入いただいたらスタンプの方が一つ貯まるということでございますので、ぜひ皆さんも食べてみてください。というわけで営業時間も伺いましょう。営業時間は、営業時間は11時から2時半となっております。はい、またせんべろとかもね、こちらありますので、ね、お酒も飲みたい方はこちらぜひ来てください。はい、本日、店長自己紹介忘れてました。はい、自己紹介改めてお願いします。海鮮食堂の戸口です。はい、はい、店長の戸口さんでございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、読谷スタンプラリーの旅、はい、続きましての店舗さんはユンタマサムスジ、はい、地域振興センター1階にありますね、寿司南さん、お邪魔しました。はい、まずはちょっと自己紹介いきましょう。こんにちは。はい、こんにちは。はい、お名前の方お願いします。南のスタッフです。上角です。はい、というわけで、はい、こちらのね、寿司みなみさんもね、スタンプラリー対象の店舗さんということで、ちょっと聞きたいと思います。まずは対象店舗ということで、何がこちらのメニューは対象ですか？そうですね、こちらは当店の一番人気のレインボーロールになってますね。レインボーロール、はい、はい、マグロとかサーモンとか入ったやつですかね。何種類か入ってるんですが、一番人気で、いろんな刺身が好きな方はこちらがおすすめで、はい、そうです。はい、ちなみにお値段は、750円になってます。はい、こちらご購入いただいたら、ね、スタンプの方たまりますので、ぜひ皆さんご利用ください。はい、で営業時間どうも伺います。営業時間は、営業時間は11時半から、ラストが6時半になってますね。18時半です。はい、ぜひ皆さんマサムスジ、ね、来ていただきたいと思いますし、またご予約とかもね、お電話とかでもできたりするんですよね。できますね。こちらに電話していただきましたら、準備してご準備しておきますので、その方がまたないのでおすすめですね。はい、はい、はい、ぜひ皆さんもね、ご利用してください。はい、本日ありがとうございました。します、ありがとうございます。お待ちしてます。